ありがとうございます。犬伏君見すぎ。そんなに気になるなら話しかけたらいいじゃん。言われなくてもそのつもりですよ。きっかけがあればいくらだって。静電よ。チャンスは待っているだけじゃ巡ってこないよ。リストラされたサラリーマンに言われたくないっすね。失礼な。脱サラと言いたまえ、脱サラと。いらっしゃいませ。あとカフェラテですよね。はい、お待ちください。5点で2700円です。あ、5000円からお待たせしました。あの、はい。あ、いえ、どうも。あ、ありがとうございます。ブート、チャンスは自分からやってきたよ。すみません、カフェラテ忘れてます。すいません、私うっかりしてて。じゃあ新藤誠のアシスタントさんですよね。え、私この撮影現場にいたんです。そうなんですか。このこと言おうか悩んでるうちにフェラテ忘れちゃって、ありがとうございました。ずいぶん早いお戻りで。きっかけさえあればいくらでも話せるんじゃなかったっけ。いや、だって急だったし、いきなり言われてもこっちにも心の準備ってものが。でも彼女何者だろうね。毎日この時間に現れて月一で雑誌を大量購入。しかも君が新藤誠のアシスタントだと知っていた。知ってたのかよ。的確なアドバイスをするためだよ。もし同じ業界だったら可能性は高くなる。明日はそのあたりを攻めてみなさい。向井さん、いつから恋愛マスターになったんですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ああ、疲れた。今日もこのまま仕事。はい、頑張ってよ。俺は帰って寝るわ。おやすみ。じゃあ。もしもし。カズマ、最近どうしてるの？写真続けてるの？なんだよ、朝から、うん、あんたの雑誌毎月買ってるんだけど、新藤さんの名前ばっかで、あんたの名前は全然出てこないじゃない。そもそも俺の雑誌じゃないし、アシスタントの名前が載るわけないじゃん。もう寝るから。じゃあ。ウィース。来た来た。犬口カメラマン。写真撮ってよ。向井さん、それって。そうだよ、ついに撮ったんだよ。ファンタジスタの資格をね。マジっすか。すげえ。向井さん、意外と頑張ってたんですね。意外とは心外だな。君に負けてらんないからね。ほら、早く撮ってよ。今日カメラ持ってないんですよ。え、どうしたの。最近全然撮ってくんないじゃない。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。君の接客には笑顔が足りないね。そんなことないですよ。いや、足りない。そもそもね、我々の笑顔っていうのはね。ちょっと待ってもらっていいか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日こそ頑張りたまえ。別に全然余裕ですから。犬伏君、まだご注文の確認取ってないでしょ。しかもそれコーヒー。いや、
でも覚えててくれてるんですね。お菓子買うときはいつもコーヒーなんです私。ですよね。あの聞いてもいいですか。どうしてあの撮影現場に。授業の一環で見学させてもらってたんです。あ、私すぐそこの文化服装学院の夜間に通ってて。そうなんですか。どっかで見たことあるなってずっと気になってたんです。そしたら昨日表紙見て思い出して。全然気づきませんでした。そりゃそうですよ、犬伏さんずっと忙しそうに走り回ってましたから。あれ名前も。あ、いや、あ、ですよね。すいません。お取り込み中ごめんなさいね。冷めちゃいましたよ。これは君が飲んで新しいのをおごってあげたらどうかな。そろそろ休憩でしょう。犬伏君。いや、まだ。グッドライ。向井さん。新藤誠ってファッションとか商業写真が有名だけど、その凄さが分かるのは芸術写真の方なんだ。人間の欲望とか悲しみとか、それが一枚の写真からにじみ出るって言えば。だからか知んないけど、あの人カメラマンって言うと怒るんだよね。俺はフォトグラファーだってさ。あ、ごめんなさい、なんか俺ばっかりベラベラ喋っちゃって。本当に尊敬してるんですね。すごいな、犬伏さんって。夢のためだったら何が何でも何を捨ててでも追うべきだと思うし、そのためだったらどんな辛いことでも耐えられるはずなんだ。でも千尋さんもファッションデザイナー目指して専門家やって頑張ってるんですよね。そうしたかったんですけどね。レンズ。はい。これじゃねえよバカ野郎。何年やってんだよ。お前もやめたら。できねえアシスタントなんていらねえだろ。犬伏さん。え。ああ。どうしたんですかこんなところで。いや、たまたま通りかかって。ちょうどよかった。私犬伏さんに伝えたいことがあるんです。伝えたいこと。私本当は大学生で就職先も決まってたんです。だから専門学校も親に内緒で通ってました。親は私がファッションの道に進むのに反対でしたから。でもそれが最近バレてしまって。就職先も決まってるのに何やってるんだ、やめろやめろってうるさくて。でも私犬伏さんの話を聞いて覚悟決めたんです。覚悟。親にはっきり言いました。自分の人生は自分で決めるって。大喧嘩にはなったんですけど、最終的には大学の卒業を条件にファッションの勉強を続けることは認めてもらいました。私絶対夢叶えます。絶対に夢を叶えたいって逃げ道用意してるじゃん。え？大学出てれば心配ないし。犬伏さん？そんな覚悟でさ、夢が叶ってたまるかよ。新藤さんの亀足、どんなに働いても月給5万なんだ。写真なんか撮らせてもらえないし、重い機材を何時間も持って一日中走り回って怒鳴られるし、将来なんて見えないよ。夢を叶えるためなら耐えられるって犬伏さんそう言ったじゃないですか。3年間は耐えたよ。けど無理だった。実は先月からバックれてるんだ俺。君が思ってるほど甘くないよ、夢を追うのって。それでも私は夢を追いかけます。
最近どうしたんだろう彼女。さあ。でも今日雑誌の発売日だよ。そうでしたっけ。犬伏君。いらっしゃいませ。カフェラテ。いりません、お金ないんで。大学も辞めました。親に感動されて仕送りもありません。今はバイトしてお金貯めてます。3ヶ月後パリに留学するんです。私、夢は何が何でも、何を捨ててでも目指すもの。そのためならどんな辛いことだって耐えられる。これが私の覚悟です。それを伝えに今日は来ました。夢は何が何でも、何を捨ててでも目指すもの。そのためならどんな辛いことだって耐えられる。あ、いいね。あ、OK。 あ、いいね。新藤さん、もう一度アシスタントやらせてください。お願いします。これやっぱりどうしても写真で食っていきたいんです。お願いします、お願いします。いつ見てもいい男だな。いらっしゃいま。いらっしゃいませ。久しぶりだね。この本だけはこのお店で買いたくて。え？おめでとう、犬伏さん。来てくれるなんて思ってなかった。さっき偶然本屋で見つけたんです。奇跡かもね。When you hold me, I feel you breathe. There's nowhere else I wanna be. ドーナツとコーヒー。カメラマンとしての初めてのギャラでおごれるのこれぐらいだからさ。犬伏さん、千尋さん。ありがとうございました。